はい、では今からギルガメレベル120とモント王120とメディエナ120がどれぐらい攻撃が出るか耐えるか見ていきたいと思います。ギルガメの方を使うのがちょっと最近99にできたのでちょっと使い方がまだまだなんですけれども、まあ、何か皆さんの参考になればと思いこういった動画を作りました。一応ビジョンカードと召喚獣とかはこんな感じです。ソウルオブサマサでしたっけ、こちらがちょっとギルガメにはないのでこういう形にはなってますけれども、ステータス的にはこんな感じですね。メディエナと比べると魔力では300ぐらい違いますね。攻撃はギルガメッシュの場合700いくつまであったんですけれども、素早さのステータスも、まあ、こちらの方がギルガメの方が少し高いですね。まあ、9というとかなり高いことになるんですかね。では少し見ていきたいと思います。でリオニスオモントはいないので公式から借りてきています。で一応魔力寄りに火力は持ってって言ってます。ビジョンカードとかでは虎徹をリオニス王に打っていくとこんな形ですね。801でかなり入らないですね。やっぱりまあ耐性もちろん炎が耐性、氷に耐性持ってるのでこんなもんかなっていう感じですね。シュテルにはまあまあ入りますね。で次はエクスカリバー、やはりほとんど入らないですね。シュテルもワンパンできないですね。で続いてはメディエナ120ですね。コスモプリウムでも、まあ、3317ですね。一応モント120、まあ、116ですけれども120までいけるレベル25まで来てるんですけれども、そちらで7377、破滅のシュテルでも7400台が出ますね。リオニスオモントだと3317、やはり耐性がかなり影響していると思います。まあ、フェンリルとかつけてないので魔法攻撃耐性上げればもっと上がってくるってことですね。フレアの場合は5228ですね。シュテルですと7766、7452ぐらいの値ですね。ではギルガメの方に「ルナバーブ」をかけていきたいと思います。でルナバーブをかけた後にこちらをかけていきたいと思います。でギルガメッシュの値はこれぐらいになってますね。ではギルガメッシュで虎徹を打ってみたいと思います。868、ほとんど伸びてないですね。
波紋とかもそんなにダメージは出ないですね。エキスカリバーもほとんど伸びてないですね。ではメディエナ、コスモプリウムで3500ですね。破滅のシュテルには7861。フレア5549ですね。一応こちらの方にバフとかがかけてこなければ2パンできるぐらいですね。まあ破滅のシテルの場合は4531でダメージ8241なので、まあ、こちらはまあほぼほぼ何をつけてもワンパンできるレベルなんですかね。リオニスオーモントはやはり氷ではほとんどダメージが出ないかなっていう感じですね。まあフレアとかにすればまあダメージは出ると思うんですけれども、普通の攻撃ではやはり厳しそうですね。ちなみにブリザードとかだと2471ですね。シュテルですと4358。まあワンパンに近い形になると思うんですけれども、ではモントーのジボのカゴ、こちらをかけていってどれくらい変わるか見ていきたいと思います。まあ、大体耐性とかどれくらい上がってどんな風になるかっていうのは、まあ、大体皆さんご存知かと思うんですけれども、こちらでコスモプリウムが3800とかですね。破滅のシュテルも6959ですね。フレアですとこんな感じですね。まあやはりダメージがかなり大きく8000とか6000とかになると、まあやはりそんなに大きく防御されてるっていうほどでもないですね。全体的にやっぱり上げるという感じが強いですね。まあエクスカリバーでこれぐらい、虎徹でこれぐらいですね。はい、では続いてリオニスオーの方がどれぐらいダメージが出るか。キングリオニスでこれぐらいですね。やはりかなりダメージは氷だと通ってしまいますね。まあ、モントを見ていただくと、配布のモントですね。あまりダメージ出てないことがわかると思います。やはり属性相性でかなり変わってきますね。普通に配布のモントを120にするとかなり耐久上がるというのもこれを見ると分かりますね。まあ攻撃力でいうとリオニスオーモントはさほどでもないという感じですね。属性が取れなければそこまで脅威じゃない感じがしますね。はい、ではいかがだったでしょうか。ギルガメッシュ、やはり氷対炎です。やはり炎がかなり有利なので、
あまり参考にならなかったかもしれないですけれども、ギルガメッシュの場合ですとヘイストをかけたりして進んでいくことになるかと思うので、実戦ではもう少し違った動き戦い方になるかもしれません。一応このキャラレベル120にしたので、今後も使っていきたいと思います。何かこう新しい発見だったりうまい使い方があったら、また動画で配信していきたいと思うので、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではご視聴ありがとうございました。